いやはやいやはや買いすぎたぜ。こいつはグレートな購入品たちですよ、ジョータローさん。みなさんこんにちは。最近直木マンションにハマっている波風です。ということで今回は1月に買ってよかったもの、最近の購入品を皆様にご紹介していきたいと思います。それでは早速やってまいりましょう。いや最近は結構ねまた服買いましたね。1月はやはりセールがありましたので、セールで買ったものとかセールじゃなく買ったものもいくつかあるんですけど、全部で今回は7点のアイテムを紹介していきたいと思います。早速では1点目からご紹介していきたいと思います。まず1点目はねこちらですね。じゃん、エブリワン。はい、こちらエブリワンはですね、昨年の12月にオープンした祐天寺にできた新しいセレクトショップなんですけど、完全予約制で、もともと 1LDK で働いていた三好さんという方がね立ち上げたショップになっておりまして、まあほんとね去年からずっともう予約がかなり取れないっていうのでね大人気のお店なんですけれども、先日予約してね行くことができたので早速ね買ってまいりました。まず1点目はこちらのねエブリワンのスウェットです。じゃん、こちらですね。これねとても良かったです。ちょっと開けてみましょう。はい、サイズは XL でネイビーのカラーをね選びました。ブラックとネイビー両方あったんですけど、私結構ネイビーがね好きでね、ネイビーをなんか選んでしまいますね。まあ、ネイビーでも結構黒に近い濃いめのネイビーで、 XL のサイズと L サイズで迷ったんですが、 XL の方がちょっとリラックス感があってゆったり着れると思ってこちらを購入しました。ちょっと早速着てどんな感じかお見せしていきたいと思います。今回はね、あんまり動画の長さが長くなりすぎないようにトントンいきましょう。はい、着用するとね、こんな感じですね。こんな感じですね。まあ、購入のね、決め手になったのは、かなりね、着心地が良くて、なんかニットみたいなスウェットなんですよね。柔らかい手触りで、とてもいいですね。このルーズな、ちょうどいいなんかシルエットの感じ。まあ、パッと見結構普通なスウェットなんですけど、まあ、普通だけど普通じゃないようなね、そんなスウェットがエブリワンのスウェットかなと思います。はい、なんかこのねショッパーとかもメルカリでなんか売られてるそうで可愛いですよね。なんか小物入れとかに使えそうだなと思います。はい、まず1点目はエブリワンのねスウェット。最近こういうねスウェットとかダウンベストとかを結構買っていて、前よりもなんかカジュアルでちょっとストリートっぽいアイテムが気になってます。このエブリワンのスウェットなんかはダイヤピアのダウンベストとかと合わせたいなと思って買ったんですけど、パンツもねネイビーのなんかスウェットでセットアップとかで合わせれたらかっこいいんじゃないかなって思います。はい、いいですね。結構いい感じ、なんかちょうどいい感じっすね。うん、よし、ではね2点目、よし、じゃあ早速2点目参りましょう。2点目はこちらっすね。じゃらん、マーカーのアイテムを初めて購入しました。中目黒のパーキングというショップで購入をして、こちらねセールになってたんですよね。セールで30% オフで購入ができまして、もともと5万7000円ぐらいだったのが4万円ぐらいで購入できました。じゃん、このマーカのミリタリージャケットになります。これめちゃくちゃかっこいいです。このスウェットの上なんかにサクッと羽織ってもとてもかっこいいですし、もうなんかリサイクルナイロンを使っているミリタリーのね、ジャケットになるんですけど、結構薄さはかなり薄手で、これから春夏にかけても使えそうだなと思って購入しました。ちょっと早速着てみたいと思います。これめっちゃ良かったですね。なんかこの形のアイテムは、まあ古着の
ミリタリーのジャケットをベースにしてるんですけど、結構いろんなブランドから販売されていて、でキャプテンサンシャインとか、あと今季のダイワピアとかもこのやつ出てましたね。こんな感じ。これはね、良かったです。ほんとめっちゃ買って良かった。でサイズをですね、2と3ですごく迷ったんですが、こちらはサイズ3を選びました。なんかちょっとジャストで着るならサイズ2だったんですよね。で若干ゆとりある感じで着たかったのでサイズ3を選びました。でもセールでね、30%オフで買えてラッキーでしたね。閉めるとこんな感じ。サイドにポケットがついてるので、こうやって手も入れやすいし、こっちの表側にもポケットがついてるので、この辺のね、袖のところにもポケット、この斜めに入ってるね、デザインがすごくかっこいいですよね。シンプルなデザインなんですけど、こういうちょっと大人なストリートって感じですね。はい、これがマーカのミリタリーブルゾンでございました。アメリカ軍のエクワックスっていうレイヤリングシステムのアイテムがベースになっているアイテムのようで、かっこいいですね。これは渋いっすよ。こういうアイテムね、ほんと欲しかった。でこちらのちょっと先日買ったダイヤピアのダウンベストをね、合わせるとこんな感じです。いいよね。ダウンベストもね、まだ他の色とか欲しいなと思っていて、もうちょっとモコモコ具合が少ないダウンベスト今探してます。スタンダードジャーナルのグラフペーパーとコラボのやつとかも結構良かったんですよね。はい、でさっきね、マーカのサイト見たらこれ 40% オフになってました。ショックでした。でももうブラック、ネイビーあたりは全部売り切れていて、まあ、早めに変えて良かったっすね。うん、アウターとしてはちょっと薄手なので、中にインナーダウンとかを着たらいけるんじゃないかなと思います。2点目はマーカのミリタリーブルゾンでございました。はい、ということでちょっとダイワのダウンを脱いでいこうか。あ、そうだな、さっきのスウェットの上にダウンベストもちょっと着てみましょう。3点目いかんのかいっていうね。エブリワンのスウェットにダイワのダウンベストを合わせるとこんな感じですね。 XL だからね、結構ゆとりある感じでいいっすね。 L じゃなくて XL が正解でした。これもかっこいいな。はい、じゃあ3点目参りましょう。じゃあ3点目はですね、こちら、こちらはまたファッションアイテム、アイヴァンのメガネを買いました。これ結構気に入ってます。ケースがベージュカラー、上品な感じで、中を開けるとこれメガネ拭きにもなるメガネのケースみたいです。実用的。はい、こちらですね、名前はサドラー、アイヴァンのモデルですね、にクリアのフラットレンズをプラスで入れました。フレームは3万5000円ぐらいで、レンズプラスしたらプラス1万2000円ぐらいかかったので、まあ5万ぐらいになっちゃったんですけど、ほんのりね、ちょっとグレーベージュがかったクリアフレームが結構気に入りました。かけるとね、こんな感じですね。アイヴァンはアイヴァン7285のクリアのメガネを持っているんですけども、まあ、そちらサングラスですね。で今回は室内でもかけれるようにレンズもちょっとクリアで入れてみました。クリアフレームにね、クリアレンズだとね、結構透明な感じなんですけど、まあ、ちょっと色入れても良かったかなっていうのは思いました。まあ、ただね、フラットのクリアレンズっていうのもちょっと新しかったんで、こいつはこれでかけていきたいと思います。いかがでしょうか。サイドのシルバーのデザインがめちゃくちゃかっこいいなと思って、あとはなんかちょうどいいミドルサイズのバランス感、フレームカラーをちょっといろいろ変えて何個か欲しいなと思います。はい、3点目はアイヴァンのサドラ DSL というカラーのメガネでございました。では続いて4点目に参りましょう。で4点目、これはもうね、どこでも買えちゃう本当おすすめソックス、じゃん。ファミリーマートのリブソックスカラーエメラルドブルーです。
これはですね、価格もね300円台と、ファミリーマートどこでも買えるっていうのもおすすめポイントですね。春夏になってね、アーガイル柄とか新色も出てたんで、他のも気になるんですけど、このねターコイズブルー好きなんですよね。このカラー3足ぐらい買ってます。はい、ファミマのリブソックスでございました。はい、ではね、続いて5点目に参りましょう。5点目もちょっとライトなやつをご紹介します。こちらですね、渋谷のスクランブルスクエアの8階にあるザ・ショップで購入しました。やはり新しい年になってね、買いたいものといったらこちらですね。じゃん、バスタオルです。日本のね、今治タオル製の、それザ・ショップのね、オリジナルのバスタオルみたいなんですけど、What a wonderful towel for ladies and gentlemen ということで、男女別でね、分かれていて、女性のタイプの方がちょっと柔らかい肌触りで、男性向けはちょっとこう固めの印象だったんで、僕柔らかいのが好きなので、レディース用の方をね、購入しました。サイズをね、2つ、小さいサイズと大きいサイズで買ったんですけど、最近ね、あんまり大きいバスタオル使わなくなってきたのに大きいの買っちゃったんですが、小さいのだけでもね、良かったかなと思ったんですけど、2つ買っちゃいました。半額だったんで、セールで購入しました。はい、こちらはね、渋谷ザ・ショップのオリジナルのバスタオルでございました。ちょっと使った感じ、今度 Vlog とかでレビューしたいと思います。はい。いいペースですね。スピードアップしていきます。では続いてはね、これが結構デカめなやつ。じゃん。正月にワイルドライフテイラーでセールで買ったこちらです。やっと開封できた。これずっと開封しないままそこに置いてたんですけどね。こちらですね。じゃん。あれ、さっきと色一緒。ファミマのリブソックスとお揃いのオーラリーのパーカーでございます。はい、これサイズがですね、何番買ったんだっけ。はい、こちらサイズがですね、5番のサイズを購入しました。この鮮やかなね、ターコイズグリーンがめちゃくちゃかっこいいです。ジョジョの荒木宏彦さんも確か2部とかを書いてた時にターコイズグリーン、そういうグリーン系にハマってた時期があって、まあ、今ちょっとターコイズグリーンな気持ちですね。で、オーラリーのねパーカーはもう定番で出てると思うんですけど、サイジングのね感じとか発色の感じとかね、着た時のシルエットめちゃくちゃかっこよくて、これもダウンベストとかで合わせたらかっこいいなと思って購入しました。早速着てみます。さあ、着てきました。スウェットとかパーカーとか買いすぎじゃねって思ってる人、買いすぎだと思います。あ、でもそうでもないな。あ、でもダイワピアのスウェットも最近買いましたわ。まだ届いてないんですけど。はい、ということでオーラリーのスウェット着るとこんな感じですね。袖は結構キュッと締まっている感じ。サイズ5でもエブリワンの XL よりちょっと小さいぐらいかな。オーラリーサイズ5までだったと思うので、もっと大きく着たいって人はね、サイズ6ってあんのかな。はい、いいですね。今日ちなみにさっきのターコイズグリーンのファミマのソックス履いてました。これで合わせるのもかっこいいんじゃないでしょうか。いいっすね。オーラリーのこの色が良かったんですよね。この色はオーラリーでしかなくて、この色のスウェットとかパーカーが欲しかったんです。セールになってたんで良かったです。はい、これもね、ダウンベスト着るとね、これもね、買った時にちょっとこのダイワピアのダウンベストと合わせたら洒落てるなと思って購入しました。いいっすね。いい感じです。ターコイズグリーンのアイテムばっか。これもダンスクっていうマグカップなんですけど、これもね、ターコイズグリーンだし、なんかキャンドルホルダーとかね、ターコイズグリーンばっか買っちゃいますね。はい、ということでこちらはオーラリーのパーカー、去年から狙ってたんですけど、ワイドライフテイラーでね、セールで安くなってたんでラッキーでした。まあ、ダウンベストと合わせたりとか、とパンツはね、何で合わせるのがいいかな。デニムでシンプルに合わせたりとか、こういう今日はコモリのウールシルクのセットアップのパンツと合わせてもかっこいいんじゃないかなと思います。
はい、パーカースウェット祭りですね。はい、ということで次のアイテムに行きましょう。次もラストですね。ついにラストのアイテム、こちらです。じゃらーん、まあ、Vlog を見ていただいている方は知ってる方も多いと思うんですが、渋谷のこちらキネティックス、キネティックスと読むのかキネティックスって読むのか初めて買いました。こちらです。じゃらーん、アンブロッコリア、アンブロッコリア、アンブロッコリア。はい、ちょっと中山きんに君っぽく言ってみましたね。はい、こちらはですねアンブロコリアというアンブロの韓国の、ラインのものになります。まあ、ラインのものなのか韓国なんかね、調べてみてもアンブロコリアコレクションっていうコレクションが今回出ていて、韓国のちょっとストリートスタイルをこのアンブロが落とし込んで作ったコレクションっていう風にね書いてあったんですけど、こちらリアム・ギャラガー風なトラックジャケット購入しました。後ろに大きくこのアンブロのマークが入っていて、このオレンジの色味とちょっとこのナイロンの生地のちょっとシャリシャリ感っていうのが気に入って購入しました。こんな感じですね。ちょっと着てみますね。このターコイズのパーカーに合わせたらちょっと派手すぎるだろう。ちょっと着てみよう。でサイズがですね L サイズを購入したんですけど、もう一個大きいサイズがあったんですが、そちらは売り切れちゃってて、本当はちょっとそっちの大きいサイズの方が良かったかなって気もしたんですが、悩んだんですが、まあ、いかんせんアンブロコリアのアイテムがもうどこにも売ってなくて、メルカリとかそういう二次流通系もあんまり販売していなくて、なので、まあ、L でもいけると踏んで購入しました。こんな感じですね。ちょっとパーカーに合わせるとちょっとフードが邪魔になっちゃうから、パーカーじゃない方がいいかもしれない。はい、まあ、サイズ的にね割とジャストめなサイズ感、もう一個大きいサイズがちょっと欲しかったっすが、まあこれはこれで OK とします。はい、リアム・ギャラガー風コーデ、最近ほんとスウェットだったりパーカーだったりトラックジャケットとかね、ちょっとスポーティーだったりカジュアルなアイテムがめちゃくちゃ買ってますね。なんか結構ベリーショートにしてからそういうカジュアルなアイテムをね大人っぽく着こなすっていうのに最近はハマってます。はい、いかがでしょう。ちょっとパーカーのこのグリーンとオレンジは派手なので T シャツでちょっと着てみようかな。さあ、ちょっと T シャツで着てみたいと思います。パーカーの上からだとちょっとボテッとしちゃってたんで、これはもう春用ですね。はい、 T シャツで着るとちょうどいい感じですね。うん、いいね、アンブロ。でなんかアンブロ韓国ではね日本よりも人気みたいで、去年よりねなんかそのアンブロ自体の利益が韓国の方ではね 70-80% 増加してるみたいな、そんなに人気なんだっていう、こういう感じ。しかもダブルジップっていうのがめちゃくちゃいい。とこのジップの部分もちょっとデザインが入っていて可愛いデザインですね。カワチーとは言わないですけど、うん、まあだいぶスポーティーなんで体育の教師感出るんですけど、まあでもねこういうスポーツミックススタイル最近ハマってるんでめちゃくちゃいい感じです。まあ合わせるとしたらこういう T シャツとかに合わせるか、まあスウェットとかでフードはない方がいいかなと思いましたね。でパンツは今日みたいなスラックスっぽいの合わせたり、デニムでシンプルに合わせたりとか、まあ、スポーティーなアイテムなのでブリーチデニムは相性良かったですね。結構スポーティーなアイテムになるので、パンツはあんまりスポーティーすぎないアイテム合わせる方がファッションに取り入れやすいんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はね1月買って良かった購入品を7点ご紹介させていただきました。こう紹介しててね思ったのは、スウェット、パーカー、トラックジャケット、ミリタリージャケット、結構今まであまり買ってこなかった結構カジュアルめなアイテムが多く最近購入しているなと感じまして、まあ、ちょっとねファッションのテイストをいろいろ変えていくのも大人の楽しみかなと思います。ではね、久しぶりの購入品紹介足早に行ってしまいましたが、皆様のショッピングの参考にしてもらえれば幸いでございます。
でも1月ももう終わっちゃいましたね。早いですね。もう12ヶ月あるうちの1ヶ月が終わってしまったので、今年も1年楽しんで参りたいと思います。では皆様のショッピングライフがより豊かなものになりますように。また次回の動画でもお会いしましょう。それではアリー。